したいと思います。簡単に説明だけしております。秋の味覚、ぶどうや梨といったものを3カ所に配置してありますので、それを藤子さんが、食べるという形になります。これからですね、寝室にいる藤子さんをこちらの外に連れてきますので、少々お待ちください。でもブドウ食べてる、ほら。あ、これさ、オラウタ